人生とは、6世紀の大和政権に存在したと見られている、官人制度の原型組織である。5世紀の大和政権では、友の宮津子が部民を率いて、国政を分担する構造が形成されていたが、6世紀頃には、友の宮津子のうち実際に部民を、指揮監督する役目を担った中小豪族たちを、罰人と呼ぶようになった。 埼玉県の東海山古墳出土の鉄拳名に上東人、熊本県の江田船山古墳出土の大東名に天送人という名称が見られる。同様の名称は6世紀の白木にも見られ、さらに中国、主来の影響を受けたとする考え方もある。直木光二郎は、こうした、罰人と称する官人制度を、人生と呼称して、囲碁歴史学会などで用いられている。 紀をははじめとして8世紀頃までの記録類には罰人と書かれた職名及び種族名が複数認められ、世襲的に引き継がれていったと考えられている。7世紀頃には、罰人に代わって、部と呼ばれるようになり、律令制の友部などに引き継がれたと考えられている。実際に記録上の人制と律令制上の友部を比較すると、酒人、増種死主部。 クラジンオークラ賞、内蔵量、比べテヒトオークラ賞、内蔵量くだらし部、シシビト内全子全部、標人モンドシコリ部などのように、対応関係が推測されるものがある。ありがとうございます。